はい、どうも皆さん、こんにちは、かもすけです。ですね。実はですね、少し前にレッドアイのヘラクレスのメスを買ったと思うんですけど、それの、お相手役だったですね、オスがですね、公職しだした、直後にですね、まあ、ちょっと、ショック死だとは思うんです。ちょっと落ちてしまいまして、ですね、その、レッドアイの旦那を探してですね、ヤフオクずっと最近見てたんですけど、いいのがいたんです。ちょっとそれを落札してみました。で、そして、それをちょっと紹介をしたいと思いますね。でも、一応、無事なの確認済みなんですけど、もうものすごくこの方はですね、丁寧な梱包をしていただいてですね、もう、かつてないくらいで丁寧でしたね、本当に。自分もですね、できるだけ丁寧な梱包は やっていきたいと思いますけど、もう開けますね。こちら。こちらのボタンですね、一応。FB っていうのがですね、ひろかさんですね、F 血統っていうのと、こちらの方、ヤマットコっていう方なんですけど、そちらの、ワイルドからの類代個体をですね、掛け合わせたっていうのがこの個体なんですけど、すごく大きいです、これは。はい。ちょっと開けるんです。開けるんですけど。はい、こちらですね。非常に、でかいし、太いんですよね。本当に。こんなヘラクレスってちょっと大きいのっていうぐらいちょっと、一応最大値が、確か151ミリだったですかね。最初打ちだと145ぐらいになるらしいんですけど。まあもう、種小屋としては十分ですね、これは。まあ一応、こういうとですね、レッドアイの方を掛け合わせてまして、そうですね、管理名は、まあ、いたずらのように大きい。ここは太い。で、そして、いたずらのような、レッドアイってことで、もう、そうですね。ロキってことにしましょうかね。いたずらの神の名前を取って。まあ、一応管理名、ロキということで、こちらの血統ですね。ブリードを進めていきたいと思います。これで紹介を終わります。